はい、じゃあ一斉に構えてやってみろ。何やってんだあんた。なんで人んちの道場で亀仙流を教えてんだ。私が臨時講師を頼んだの。え、まずは興味を持ってもらうために派手な必殺技から伝授しようと思ってな。いやそれ人の必殺技だし剣術関係ねえし、お前も絶対できねえし。坂田塾長、なんか出た気がするんですけど。ああ出てる出てる。じゃあお前次の海王拳に移っていいよ。いいわけないだろ。一回死んで海王戦行くかってめえら、帰れ。ここはカメハウスじゃねえんだよ。だよ、せっかくみんな楽しそうにやってたいよ。